おはようございます。2011年9月24日土曜日6時5分になりました。今日3連休の真ん中ということで、なんか台風がね過ぎて、天気が良くなってきた途端にというか、なんか昨日また暴走族が走ってました。いやもうちょっとおとなしくしててよって感じなんですけど、通行止めになったこともあってね、そういうのが全然大型トラックも通ってなかったんですけども、それが解除されてですね、もうまたどかすか通り出したというか、 より一層その多分配達できてなかった分とかでいっぱいあって、思いっきり走りまくってるような感じがしますけども、さて今日もニュース IT メディアから見ていきたいと思います。昨日に引き続き Facebook ネタです。Facebook オープングラフアップデート、アプリの存在がより重要にということで、これも、F8 ですね、カンファレンスで、発表があったことではあるんですけれども、アプリを作るですねためにいろんなそのオープングラフ、要はグラフっていうのはソーシャルグラフとかのグラフっていうことで、Facebook の中のいろんな情報をですね外部から使えるような形のそのインターフェースを公開してですね、でいろんなアプリケーションを作るようにできる、それによってその、中には出てた話で、昨日もちょっと言いましたけれども、その、なんかアプリを使うことによって、それを使ってるっていうことが自分のその友達ですね、友達承認した人たち、あるいは全員に公開でもいいんですけども、することによって、何をしているかっていうのが、またそのタイムライン、として流れてくると、そのウォールのとこに自動的にこう書き込まれていくような形にこうなってくるんですね。でそうすると、Facebook のアプリとして例えば、PDF のリーダーみたいな、電子ブックのリーダーみたいなのが立ち上がったとすると、あったとすると、それで読んでると、今何々を読んでいますみたいなのが出たりとかですね、そういうようなことがこうどんどんそこに展開されていく。料理のレシピを見てたり、そういうアプリを使って見てたりすると、その何々さんは料理を今作ろうとしてますみたいなのとかね、何々の料理について調べてますみたいなのとか、こう出てきたりするとか。そういうことがですね、どんどん出てくる。そうするとですね、思うのは、こう昨日からいろいろ考えたんですね。そういうものがどんどんこう出てきて、プライバシー以上にですね、そういうそのタイムライン、要は自分が今何をしているかっていうのがどんどんこう公開されていくというところから逆に考えるとですね、親しい人には確かにその自分が何をしているか、また相手が何をしているか、どんなことに興味を持っているかっていうのは関心があるわけですね。自分の、そういう人たちのことをこうお互いに知ることによってすごくそのプラスになる面があるわけですね。で、あ、なんやこいつ近くに来てるやんっていうことで、ちょっと電話して、じゃあちょっと昼飯でも一緒に行こうかとかね、そういうことがこうできたりするわけですよ。とか、あ、こいつ今北海道に行ってるんやつだ、北海道はあそこにそういえば美味しいお店があるから教えといてやろうとかっていうことができるわけですね。だからその親しい友達同士ではそのお互いの行動というかアクションだとかそういうものが見えることによっていろんなメリットがこう増えてくる。ところがですね、一方逆に、多分今までですね、Facebook 多くの人がよく分からずに友達申請されたら友達承認してたと思うんです。要はMixiとかね、ああいうのに慣れてる人はもうどんどんこうあまりよく分からずこうやったんですけども、ただ今後ですね、その Facebook がいろんなものをどんどんその Facebook 上に自分の、要は、私人生のコピーが、Facebook の中に出来上がってくるというふうに表現してますけれども、自分の人生のコピーがですね Facebook 上にどんどんできていくんですね。でそれを見せていい人と見せたくない人っていうのが絶対いるわけですよ。でそうすると友達申請された時にそのとこをよく考えないと自分の行動が全部もう相手に筒抜けになるわけですね。
それはいいのかどうかっていうのをですね、よくこれからは考えないといけない。だから、Facebook に関してはですね、これから多分最初ね、その意味がわからない人たちが圧倒的に多いので、別に何とも思ってないかもしれないですけども、そのうちですね、友達整理が多分この年内始まってくるんだと思います。で、今までこうね、なんとなくこう承認してたのから、よく考えて承認しなきゃいけないと。本当にこの人に自分の行動とか、あるいは過去の出来事とかですね、そういうものを、要はね、自分のアルバムですね、写真のアルバムとかをこう見せてもいい人っていうぐらいの親しい人なのかどうなのか。ね、自分がフィットネスクラブに行ってるとか、どこそこのレストランで飯食ってるっていうのを、意識せずにアプリがどんどん知らせていくことができるようになってくるんで、それがいいのかどうか、そうやっても OK な人なのかどうなのかとかいうことをどんどん吟味するようになってくるというふうに思います。そういう意味ではですね、Facebook によって人と人とのつながりが増えるっていうんではなくて、より濃い人間関係が作られていく、新たな人付き合いがこう増えるというのと少しですね、意味合いが違ってくるんじゃないかなというふうに私は思ってたりします。このあたりはですね、どういうふうに人々のこう意識が変わってくるのか、あるいは人々の意識が変わることによって Facebook が受け入れられるのか、このあたりはですね、なんとも難しいとこかなと思いますけれども、ある意味ですね、本当こういうところからそのシェアをする、要は共有するということに対する価値観概念っていうのが新たに出てくることによって、またその何ていうんですかね、ちょっと違う世の中になっていくんじゃないかなということも少し期待してたりします。そんなところでもう6時12分になろうとしてます。今日は3連休の真ん中ですね。明日も今日明日お休みの方、お出かけする方もおられるかと思いますが、天気も良くなってくるようなので、それと朝晩のね、寒暖の差激しいので、ぜひ脱ぎ着できるような衣服で、外出されればいいかなと思います。ということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。